はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは、こうです。今回もワンダープロジェクト J、前回の続きをやっていきたいと思います。はい、ということで、メッサーラがね、悪だくみをしておりまして、で、義人とね、人間で戦争をさせようと、企んでおります。で、46号はね、その犠牲者となってしまいました。で、ピーノはショックで、ここの気力ね、1になっております。なので、行動させるとね、こんな感じで歩くのも、走ることも、歩くことはできるんですが、遅くてね、走ることは全くできません。で、何かしら行動させてしまうと、気力を使うようなね、行動をさせてしまいますと、故障してしまいます。なので、このポットに入れて寝させればね、体力が回復します。体力というか気力ね。私は、俺はね、このアイテムがあるので、これでね、回復させたいと思います。はい、バッチリ。ということで、第8章。今回はね、義龍を、倒しに行くわけなんです。で、場所がね、多分、普通にやってて、情報とかはありません。で、最初にね、メッサラが、炭鉱跡の扉の音声ロックを起動させろということで、第4章だったかな、格闘大会の時にもここに行けるようになってたんですが、8章までね、行く機会はないので、開け方の情報もなかったですし、なので行かなかったんですが、今回はここに行かなくてはいけません。で、普通の開け方では開きません。メッサラが言ってたね、音声ロックを起動させるということで、それが、一つの情報となっております。で、どう開けるかというのは、ちょっと待ってくださいね。先にアイテムショップに行きたいと思います。で、第8章、そしてその次、第9章、最終章ではないかな。ちょっと待って。ではね、結構体力が必要になってくるんですよ。荒っぽいな。で、
なので、まあ、お金もねサーカスの時とかで、まあ、いっぱいありますので、まあ、体力をねアップさせる、アイテムをどんどん買っていかないといけません。まあ、とりあえず B チャージと A チャージは次に、使うので買っておきたいと思います。で、おそらく今地震が若干ないと思うので、まあ、この地震通貨を、これで OK ですね。はい、じゃあ家に戻りましょう。はい、で今回はステータスは、ほぼマックスですね。まあ、地震が89なんですけど、まあ、99ないと、下手したら逃げ出してしまいますので、まあ、そのためにね地震通貨を、買っておきました。で、今回は優しさを下げないといけません。まあ、39くらいか。はい、敵いない。地震も95になったか。で、ドアの開け方をねまず、忘れさせます。このね、手で開ける行動、まあ、前々回でもありました通りにピーノを叩くと、ドアの開け方を忘れます。はい、それじゃない。はい、今回はドアの開け方はこれです。大声で叫んで、開けると。なんでだ、褒めたのに。なんでだ。それじゃねえんだよ、それじゃねえんだよ、忘れさせたのに。ダメか、一回叱んなきゃダメか。なんでやねん。一回褒めたのにな。威力すんな。そうそうそう、それだ。頭がいいんで2回目褒めればあとは分かってくれるでしょう。ね、はい、オッケー。どうかな。あ、地震も99になったんで、ちょうどいいっすね。ではね、早速義龍の元に行きましょう。まあ、サクサクっとね、行ってますけども、まあ、ステータスもね、まあ、全然、育てる必要性も上げる必要性もないのですぐ、行けると思います。で、まあ、今回ね、やることがあるんですよ。いろいろとね。まあ、やることというか、自分がやるわけじゃないんですけど、まあ、ほんと後半はね、ほとんどピーノの自動行動ばっかりになってきます。で、今回、いろいろとね、義龍の元に行くまでに、やることが、3つかなあるんで、まずはね、偽の亀岩が、まず最初にあります、まあ、とりあえずここを開けていきましょう。音声ロックを起動させておりますので、これでね、扉が開きます。
はい、ここからはピーノの自動行動です。はい、で第一の関門ですね。まあ森であった亀岩、はい、森でやったようにね、こういう風に祈れば、この偽物は壊れます。もうね最初に覚えさせておきましたので、僕は簡単に攻略できます。そして次は第2の関門、はい、ジャンプです。なのでここは足の力が必要ですね。99あるから余裕で飛び込みます。そして3つ目は、綱渡り。まあ、これもサーカスの時にね、鍛えてますんで、簡単にね渡れます。で最後の扉もまたそう声を出して、やらないといけません。まあね、さすがに、扉を開けた瞬間にね、自動コードになるんで、ここで手で開けろっていうのを覚えさせるのは無理なのでね。さあ、人の骨があってね、逃げたかったんですが逃げれなくなりました。さあ、義龍が登場です。義人4630型、途中でね、開発中止となった、義人ですね。まあ、義人なのかなっていう感じもするんですけどね。さあ、ピーノ君興味津々でね、まあ、近づいていっちゃいますけども、で今回義龍と戦う時は普通の剣じゃありません。コルロの剣で戦わなくてはいけない。なので、まあ、腕の力とかね、攻撃力も99までしておかないと、まあ、勇者みたいな感じでね振ることができないので戦えないです。ね、戦う前に体力減らしちゃってますけども、さあついに義龍が現れました。まあ、義龍というだけあってね、まあ、龍みたいな感じの、まあ、義人、まあ、ロボットですね。さあ戦闘になりました。そして体力を見ると義龍は999、まあ、相当の体力差はあります。まあ、なんですけど、まあ、そんなに強くないですね。やはり、戦闘する際で一番強いのは、あの格闘大会のガーディになります。義龍はね体力はあるけどそんなに強くはない。ただし、攻撃する際ね、はい、今ピノクやりました、下に対する攻撃は、義龍は全くダメージを受けません。なのでジャンプ攻撃じゃないと、義龍に、ね、義龍の体力を減らすことができない。ピノクなんとかジャンプ攻撃ばっかりやっていただきたい。そう、それはいいな。トッピーの今回はよくガードするね、上をね。いや、それいらないんで。そうそう、バックバック。はい、でこんな感じでね、体力もなあと80くらいか、まあ、5分5分近くまで今、まあ、来まして、まあ、ピーノの攻撃もね50くらい食らわせてますので、まあ、結構弱いんですよ、体力999あるとはいえね。でもまあピーノの体力もね500くらいまでにしとかないと、まあ、若干危ないかなっていうのもあります。近づいてくるの待ってるよ、ギリュウが。それいらない攻撃だ。
さあ、ちょっと。さあ、あと一撃かな。よし、さあギリを倒すことができましたね。意外と弱かったですね、やっぱりね。体力はあるだけといった感じになります。イエーイ、 P のイエーイ。はい、ということで、ギリをね、まあ簡単に、倒すことができました。で、第8章が終わりまして第9章になりました。さあ、心回路も、今回起動させることができまして、残り1個となっております。さあ、徐々にね、エンディングに近づいてきました。はい、で、今回はメッサラの陰謀がはっきりしましたね。コルローを倒して国を乗っ取ろうということを考えております。で、まあ、王様にね、知らせるために、まあ、城に行きたいんですけども、まあ、山猫の力では、もうね、侵入することはできないと。で、まあ、地下道を探すわけなんですが、まあ、森に行った時にね、まあ、地下道らしい隠し通路を、まあ、もう発見してありますので、まあ、行く場所は分かっております。まあ、ティンカーもね、行ってましたんで、まあ、次回はね、そこを行きます。では、今回はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。